坂田和人はオートバイロードレースレーサー。東京都江東区出身。1994年、1998年にロードレース世界選手権の 125cc クラスでシリーズチャンピオンを獲得している。東京都江東区出身。1988年にロードレースにデビュー。同年に筑波選手権のシリーズチャンピオンを獲得したほか 1989年には、全日本ロードレース選手権のジュニアクラスでシリーズチャンピオン。1990年には、全日本選手権の国際 A 級 125cc クラスでシリーズチャンピオンを獲得した。1991年より、若井信幸、上田昇と共に、WGP125cc クラスに、フル参戦、プライベート日本人ライダーの先駆者となった。 以後1999年まで一貫して 125cc クラスに参戦を続け、1994年と1998年にシリーズチャンピオンを獲得。このほか1993年、1995年はシリーズ2位に入るなど、125cc クラスを代表するライダーとして活躍し、軽量級クラスにおける日本人ライダー全盛期の立役者となった。 特に1995年は、青木治親が同クラスのシリーズチャンピオンを獲得しており、日本人がシリーズランキングの1.2位を占めるという快挙も達成している。しかし2000年、引き続き WGP への参戦を目指したが、数チームとの交渉の末、諸条件が折り合わず、参戦休止を発表して WGP から撤退した。それ以後は、 ライダーとしては一戦を退き、筑波サーキットでの開催時を中心に全日本、ロードレース選手権へ、スポット参戦する一方で、日テレ G のモートジッピー中継の解説者や、レーシングスクールの講師など、多方面で活躍している。日本モーターサイクルスポーツ協会の主催する、MFJ レディースロードレースの講師、MFJ ロードレースアカデミーの校長、武蔵 RT ハーク。 プロ、スカラシップ校長など更新ライダーの育成にも積極的に関わっている。2011年8月に東京中日スポーツの対談企画に登場した際には、再びレースに出るためにはトレーニングが必要と筋肉等の衰えを認めつつも、引退はしていない適切なオファーがあれば、レースに出る用意はあると語り、現役復帰を諦めていない姿勢を示している。 2018年7月には、つくばサーキットで行われた全日本ロードレース選手権 JGP3 クラスにスポット参戦し、13年ぶりに51歳で実戦に復帰。4ストロークマシンでレースをするのは初めてということもあり、レース前の練習走行で転倒した際に股関節を痛めるなど苦戦を強いられるが、結果はレース1で10位、レース2で5位となった。 その戦歴に報われない、苦労人。1994年世界チャンピオンになりながら、オフの過ごし方を聞かれた雑誌のインタビューに、ユンボのバイトしますと答えている。アプリリアからのサポートも悪く、劣化した部品を組み込んで予選に臨み、結果壊れてしまったために、他のチームに融通を、お願いに行くなど、おおよそ勝利を望めない環境で得た1998年の、 チャンピオンは非凡な才能によるものだった。イタリア語で、転倒を意味する言葉が、カズとに似ているので、イタリア人のサーキットドクターからは、転倒しないように弦を担いで、登録名を変えれば、と提言されたことがある。スペインでは、原田哲也に続き人気の日本人ライダーで、カズーとの愛称で親しまれていた。フル参戦3年目となった1993年シーズンは、 開幕戦から参戦、連続2位と好調ではあったが、常にダークラウディスの後陣を廃止、初優勝にはなかなか手が届かない状態だった。そのような状況で迎えた第4戦スペイン、GP において、共に WGP 参戦を開始して、以来の親友であり、同年から 250cc クラスに移っていた若いが、予選中の事故で死去。大きなショックを受けた坂田は、 上田ともども決勝の事態も考えたが、グランプリドクターに説得され、和解のためにと出走を決意することとなった。決勝では、ホールショットこそ、辻村武史に譲ったものの、一周目のうちに首位を、ダッシュした後は誰にもトップを譲らず、終盤のラルフ・ウォルドマンの追い上げを0.602秒差で、振り切り、WGP 初優勝を挙げた。しかし、ゴール後のパドック、表彰台、 優勝インタビューを通し、喜びの表情は一切見られず、ひたすら号泣し続ける様子が TV に映し出されることとなった。また優勝コメントにおいては、和解のためにと、気力だけで頑張ったとの発言も残している。1998年の WGP では4勝を挙げ、チャンピオンになったものの、使用している燃料のレギュレーション違反ではないかとの通達ですぐに、 チャンピオンにはならなかった。1ヶ月近くの審議の結果、フィムから問題なしの所管を受け取り坂田の年間チャンピオンが決定したが本人は結果が出るまで絶対に大丈夫なはずだったけど落ち着かなかったと話している。現役引退後、ライディングスポーツの企画により、ノーマルの RS125 でどこまで GP125cc クラスに通用するかという。 企画で実際に参戦していたことがある。年間王者2回世界選手権、優勝11回表彰台41回、ポールポジション29回。ありがとうございます。